はい、皆さんこんにちは、さちねえです。今回は玉ねぎ栽培ということで、前回の動画ではですね、なんちゃって垂直栽培をしてみた結果ですね、意外にもですね効果がありましてびっくりしております。ちょうどね、四国の旅に9日10日間ほどね行ってたんですけれども、帰ってきたらかなり葉っぱの方がピンとですね立って太く成長していたのでびっくりしました。今後もね、ちょっと玉ねぎを作るときは垂直栽培、こういう形でやってみようと思います。一部はね、このパッキンをつけていないものも作ったんですけれども、こういう感じでまだまだ葉っぱが細くてですね、成長が進んでなかったんですけれども、こうやって比較してみるとね、わかると思うんですけれども、かなり太くなっております。で、こちらは赤玉ねぎなんですけれども、これは結構早めに植えたので、そこそこの太さがですねあるんですけれども、ちゃんとね育ってくれればと思います。茎のところのね、直径がだいたい1センチぐらいのものが出てきて、ただまだ玉にはねなっていなくて、これから玉が大きくなっていくのかなという感じです。そして吊るし玉ねぎの方はね、畑の方なんですが、少しずつ丸みをね帯びてきて、地上に丸い玉ねぎの形をした実がねできてきております。で、こんな感じになってきたら、結構大きくなるスピードはねどんどん早まっていくような気がします。かなりわさわさねプランターの方はなっているんですけども、一応一丁前に小さい玉がねできております。はい、こんな感じで、去年ね玉ねぎ栽培が初めてということもあってか、一回苗作りに失敗して、またさらに新しい苗をもうこれでもかっていうほど植えて、無計画でね植えてしまったので、植えるところがなくなってしまって、ペットボトルやらですね、余った鉢やら、こういう100均のねミニプランターなんかにもどんどん植えて200株以上になっちゃったんですね。それでも一応丸くはねなってきているので、まあ小さくてもいいので、一応全部ね収穫できたらと思います。小さくてもそのまま丸ごと、まあ、煮たりスープとかにしても美味しいと思いますので、まあ、今回は大きくするというよりはもう全部取ってやるぞというような気持ちで植えましたので、そこのところはまあ自分に甘く収穫していこうと思います。まあ取れる時にね、出張がね何回も何回もありますので、なかなかちゃんと面倒が見れずに、結構適当な栽培の仕方になっちゃってて、もうグダグダになってしまってはいるんですけれども、一応腐ったりせず大きくなってくれているようなので、出張から1ヶ月半後にね帰ってきて全滅してるのは本当に悲しいので、とりあえず出張前に、もう小さいのは分かってるんですけれども、少しだけ取って吊るしてね、なんちゃっての収穫体験をねしていきたいと思います。そして出張後約1ヶ月経った時に一時帰宅をして見たんですけども、玉ねぎがねすでにほぼ全部枯れておりました。6月中旬ですね。収穫適期っていうのは、全体の8割の茎が倒れたら、まあ、天気のいい日に全部収穫して1日から3日乾燥させるといいと思います。葉付きのまま数玉ずつ重ねて、風通しのいいところに吊るすか、茎を切って、まあ、網袋とかですね箱に入れて、風通しの良い場所に置いておくといいということで、ところどころそこそこ
せっかくね一時帰宅しましたので全部抜いてしまいました。こんな感じでほぼすべてミニサイズ、極小サイズと言った方がいいかもしれませんけれども、はい、でもたくさん取れたのでこれで満足です。まあ来年はねちょっと大きめサイズ、これよりは大きめサイズを頑張って作っていきたいと思います。はい、ではね、まあ、小さいですけど一応束ねて吊るして乾燥させておきたいと思います。小さいものは箱に入れてね外に置いておきたいと思います。はい、こんな感じで6個か7個ぐらいですね、一緒にして吊るしておきたいと思います。箱にもね結構たくさん入っていて、はい、一時は玉ねぎが楽しめると思います。はい、本日は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。